はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、クラフトビール、またしても、第3弾。こちら、なんだっけ、銀河高原ビールじゃなくて、滋賀高原ビールね。滋賀高原 IPA という赤いラベルのやつです。創業200年の、清酒、緑期、蔵元が、滋賀高原の湧き水と厳選された高品質な材料だけを使って手作りした麦芽 100% のビールです。IPA は深い味わいと多めのホップがバランスした琥珀色のビールです。ラベルのデザインは滋賀高原のシンボル、大沼池のコバルトブルーの湖面とそこに潜む伝説の大蛇をモチーフにしています。容量が 330ml。アルコール度数が 6.0%。原材料が麦芽とホップ。製造者が株式会社玉村本店。長野県の会社です。こちらも、リスナーさんから、Amazon のギフト券をいただきまして、レビューを、依頼されたものとなっています。リスナーさんありがとうございました。あ、これあれだね。茶色いですね。色がね。いやーでもやっぱあれだな。他人の金で飲む酒はうめえな。じゃあ乾杯。つまみはポテチ。あ、うまいな、やっぱのり塩はな。のり塩うまいわ。滋賀高原ビールの代名詞です。強烈なホップの個性をしっかりとしたモルトのボディが受け止めます。多くのビールファンにご支持をいただき、自分たちの飲みたいビールの代表でもある滋賀高原ビールの看板商品です。へえ。その圧倒的な香りと爽快感、苦さとうまさをお楽しみください。ビアスタイルが IPA となってます。インディアペールエールのことですね。確かに苦いは苦いんだけど、そこまで苦くないですね。うん。前回のに比べると、まだ苦くはないです。が、ほんのり、ちょっとコクがある。茶あるのか。圧倒的な香りと爽快感って書いてあるんですけど、爽快感。
香りもそんなにないような気はするんですが、なんだろうな、別にそんなに、なんだろう、代表って書いてあるけど、看板商品ですって書いてある割には別に、あの、特に突飛してるようなね、味もないです。まあ苦い。まあ普通のビールよりかまあ苦いんですけど。香りがそんなに強いかって言われると、いや、別に強くもないんだよな。前回の、ね、インディアンサマーセゾンの方が、香りが強かったと思うんですが。まあ、普通のあれ、ペールエールみたいな、苦い、苦くて、まあ、香りが、柑橘系の、まあ、ビール。っていう感じではありますね。なんとなくこうバランスが取れすぎてるのかな。なんか別に突飛してないんで、なんか微妙な感じはします。もはや、なんだろうな。ぶっちゃけた話。なんか、ペールエールって大体ほぼほぼ同じような味しかしないっていう。なんか、ありきたりなんですよね。とりあえず、まあ、苦いっていうことと、まあ、柑橘系の香りがするっていうこと。まあ、これが、この二つぐらいあれば、もうほとんど、味の違いなんていうのは、ほぼわかんないです。そうか、これが看板商品かって言われると、なんか微妙なんだよな。いや、でも確かにその、バランス的にはいいんですよね。ただね、こういうのってね、こういうバランスが取れてるっていう、ビールっていうのは、ほぼほぼどこのクラフトビールでも、だいたいこういう味なんですよ。もう決まりきって、クラフトビールとか IPA とか、ペールエールとか、ほぼ 100% この味なんです。で、色もこれ。こういう茶色。ね、琥珀色。もうほぼ決まりきってるんですよね。だから前回飲んださっぱりしてる。ね。夏に飲んだら圧倒的にうめえっていう。ああいう、ちょっとこう、ラガーっぽいよね。コクがないタイプ。ああいったのにこっちを比べるとね、なんかね、なんかバランスが取れててあんまり面白くねえなってなるんですよね。香りもそんなに強くないしな。
ちょっともうあれですね。俺、テイスターとかのね、ワインのね、ソムリエとかじゃないんで、そこまで来ると全然わかんないですよ。だから、ほとんどがこういう味なんですよね。ペールエールって。インディアペールエールとかさ、ペールエール。大体こういう味なんです。いや、確かに美味しいんですけどね。うまいんだけど、なんか、もうありきたりなんだよな。もうこの、ペールエールはもうなんか、お腹いっぱいって感じですね。もう、最近どこのね、ビールメーカーでも、ペールエールとかさ、限定とかでさ、すごいペールエールに似たような味とか、ものすごい出てるんですけど。だからもうね、もう飲んで瞬間ね、ああ、ペールエールだっていう、この柑橘系のこの香り。ね。これがね、もう飽きするわっていうレベル。そんな感じですね。だから、一周回って、ラガービールとかの方がうまいっていう。まあ、普通の一周回って、スーパードライとかが普通にうまいっていう感じるレベルなんですね。まあ、もともとスーパードライは好きなんですけど、まあ、キリンのラガーとかさ、ね、日本のビールが一番うまいような感じ。最終的に日本人だなーって。あ、やっぱ俺日本人なんだなーって感じるんですよね。まあ日本のビールの9割ぐらいが、なんですよ。なんでしたっけ？なんてスタイルだったっけな。だからなんとかキリンラガーとか書いてあっても、あれラガーじゃなくて、何やったっけ。日本のビールが、あれなんて言うんだっけ。最近ものすごい地方になってきてる。あ、ピルスナーですね。ピルスナー、ね、もう逆に一周回ってピルスナーの方がうまいっていう感じになるレベルなんですよ。どうしてもペールエールってのはしつこいんですよね、味が。割と舌にずっと残ってくるんですよ、この苦味とコクみたいなのがね。特にこの苦味がものすごい強いんで、割とずーっとこの苦味が、舌にもずーっと残るような。感じかな。まあちょっとこれはなんか微妙ではありますね、これはね。もうこれぐらいのレベルならもうどこでも売ってるんだって、これ。
こういうレベルの味は本当に、あの、個性がないっていう、逆にあの、個性がないって言えるんですよね。うん、これレベルになると。だからわざわざ、クラフトビール、地ビールで、あの、買う必要性なんてほぼないんです。こういう味だったら。もう何一つ、その個性がない。うん。ので別に買う必要はないっていう。で、ただでさえそもそも、ペールエールとかになると高いくせに、あの、クラフトビールって地ビールだと余計さらに高くなるっていう。こんな、ね、どこでも飲めるようなのが、あの、地ビールだとか、ね、ウイスキーだってさ、なんかさ、あの、イチローズモルトだとかさ、あれやこれや、なんか言うてくるでしょ。あの、クソみたいな、ね、なんか、日本のね、ウイスキーはすごいなの、なんだのって、言うでしょ？ねえ、ジウイスキーだのさ。ねえ、何がお前クラフトビールやねんって話。もうその個性がなきゃお前クラフトビールなんて名乗らなくていいんだよ。個性なきゃさ、あの、いらないって。普通に。だってお前普通にさ、あの、バスペールエールとか飲めばいいじゃん。あれどこだ？バスペールエールはドイツか。ドイツか、ねえ、あの、ヨーロッパの方でしょ？ヨーロッパのあたりで、あのね、販売されてる、まあ、そこら辺のスーパーにも売ってますよ。バスペールエール。あれは普通にうまいんで。ペールエールとしても非常に完成度が高い。それをわざわざパクってさ、作り方パクって、お前、日本のさ、ペールエールだって言ってさ、売り出すんでしょ？何も変わんねえじゃん、味。いや、違うんだろうけど、あの、一般人にそんな味の違いなんて分かりっこないんですって。例えばの話、ね、ビールで天然水で作りましただのさ、ね、あの、富士の伏流水、あの、富士のさ、ね、美味しい水で作りましただのさ、分かりっこねえんだって。それはお前当然あれだよ、お前。あの、水道水から作ってりゃわかるかもしんねえけどよ。お前そこら辺のさ、何々山のさ、ね、天然水とか売ってるでしょ？確かに水道水とそれ比べりゃわかるよ。でもさ、で、なんとかのさ、天然水でさ、でも富士山の天然水とさ、何、ヒマラヤのさ、天然水でさ、その味の違いさ、明確にお前答えられるかって話よ。うん。いや、なんでもよ。まあ、日本、まあ、ちょっとそれ、あれか。富士山と、そうやな、霧島の、まあ、天然水。まあ、味比べてお前当てられるかって話よ。絶対わかんないんだって、そんな。だから、そんなんで売り出しても、わかる人しかわかんないんだって。絶対。ね、ビールのお前さ、すっげえさ、ソムリエみたいなやつだったらわかるかもわからんけど、俺みたいなゴミみたいな人間にさ、わかるかつ話よ。うん、まあね、だからブランドみたいなもんだよな。ブランド、あのさ、
まあ、あのエルメスのバッグだのさ、あのね、ブランド品のさ、ね、高級ブランド品とかさ、買う人いるでしょ。あれ、偽物めちゃくちゃ出回ってんだって。そもそもお前、偽物だと気づかなかったら本物と大して変わってねえんだろ。あれ、絶対大半あれですよ。偽物捕まされてますよ。ああいうの。ねえ。結局さ、あの、気づかなきゃ、気づかないっていうか、その、気づける、ねえ、まあ、鑑定士みたいな人じゃなきゃ、そんな分かりっこねえんだからさ。無駄にさ、高い段、あの、値段してさ、ね、売るっていう、そのさ、あの意味がないんですよね。こんなありきたりのさ、ペールエールの味でさ、ね、地ビールだの、歌ってるけどさ、まあ、ということですよ。はい。3142です。ご視聴ありがとうございました。